はい、酒好きな、元新潟人の吉動画です。ですね。ちょっとですね、Amazon のプライム会員にね、ちょっとなりました。最近ね、なんか Amazon がね、2000円以上にならないと、なんか、送料無料にならないって、あれがすごいうざくって、一個商品が欲しいのに、1000円ぐらいのやつが欲しいのに、その他に、その1000円ぐらいのやつ買わないとダメみたいなね。あれがすごいうざかったんで、今日ね、Amazon プライム会員になりました。まあこれ2回目なんですけどね。うん。まあそれでね、結構ね、映画とか、割と結構見放題とか、あと、なんか音楽とかも結構聴き放題みたいな感じのがあるんで、なかなか今ちょっといろいろ聴いてました。さっきね、アニメも見ました。まあいいや、それはいいとして。今日飲むのは、オリオンの、琉球ペールエール。数量限定、オリオン生ビール。アルコール度数 5.5%、沖縄醸造と書いてあります。が、普通に新潟で売ってました。原材料が麦芽とホップ。よし。琉球ペールエールと名付けた、オリオンビールでは、沖縄で醸造されたインディアペールエールを世界に出したいを合言葉に、RPA、琉球ペールエールと名付けた、沖縄ならではの IPA の醸造にチャレンジしました。エール酵母、上面発酵酵母をが、醸し出すフルーティーな香りとホップの柑橘系の香りが南国、沖縄気分を引き立てます。キリッと引き締まる苦味とともにお楽しみください。となってます。これだいぶ前に買ったやつだけど大丈夫かな？いや、今日は暑かったね。今日、賞味期限大丈夫。今日暑かったな。今日、つまみは。じゃん。南高梅。梅干し。梅干し大好き。いただきまーす。あ、すっぺ。じゃあ、乾杯は。苦いですね、うん、ああうまい、あうまいな、やっぱ梅干しうまいな。梅干しやっぱうまいな。あー酸っぱ、最近ですね、ベッドを買いまして、はい、ベッド買ったんですよ。ジャパネット高田で、エアーベッドってやつね。まあ、いわゆる、空気で、膨らませたり、しぼませたりできるやつ。なんですけど。これがね、あ、苦いこれ。実は結構な、まあ実際寝てみたらですね、結構夜中って東京でも結構寒いんですけど、まあエアーベッドなんで空気なんですよ。でね、空気だからね、いわゆる背中の部分、まあ
設置面積、設置っていうか、あの、くっついてる部分、その背中とベッドがくっつくじゃないですか。その寝てる時に、その背中が寒い、冷たいんですよ。うん。普通のベッドだったら、ベッドとか布団だったら、まあ、いわゆる、まあ、綿じゃないですか。綿だからこう、あったかいですよ。自分の体温で、こう、温まってみたいな。だけど、そのエアベッドっていうのは、それがないので、そこが空気だから、非常に冷たいんです。うん。それで寝れなくてね。だから、ちょっとアマゾンでね、なんか、シーツっていうか、なんか、パッド？敷きパッドみたいな。まあ、いわゆる、敷き布団の簡易版みたいなやつ。敷き布団の薄い版みたいなやつを買ったんです。うん。で、まだ届いてないんで、今は、掛け布団を下に敷いて、寝てますけど。なかなかね。案外な、こんな落とし穴があった。まあ、値段が2万2000円だった。2万3000円か。まあ、なかなか。まあ、でも、ね。まあ、軽い。空気抜けば10分の1ぐらいになるんで。すごい。コンパクトでいい。かなぁと。ああ、これ逃げえな。琉球ペールエール逃げえな、これ。だいたいオリオンビールって、うん。まあ、オリオンビールか。そう、プライム会員だとね、結構ね、映画とか見放題なんですけど、さっきアニメのね、駄菓子菓子っていうアニメ見たんですけど、あれも大好きなんですね。駄菓子菓子。で、あと、ドラえもんとか、あとクレヨンしんちゃん。あれは結構、映画が結構あって、よかった。新しくなってからドラえもんはほとんど見てないんですけどね。新しくなってからそのドラえもんの声がね、声優が新しくなってから。映画は一個も見てないんですけど。うん。まあこれを機にちょっと見ようかなと。思ってますけど。クレヨンしんちゃんは昔からずっと見てたんですけどね。昔ね。見てたんですけど、クレヨンしんちゃんの作者が死んじゃってから、見てないですね。なんだかんだね。うん、それまでずっと見てたんだ。なんかどうしてもね、クレヨンしんちゃんとかさ、なんか、キッズ向けとかって書いてあるんだよ。クレヨンしんちゃんキッズ向け。まあ、うん。キッズ向け、うん。でも実際見てみるとすげえキッズ向けなんじゃねえんだよな、あれな。あれ全年齢向けなんだよな。特にあれはね、大人帝国の、ね、逆襲だった。猛烈大人帝国のなんちゃらってやつ。あれはめちゃくちゃ泣けるからな。あれやべえんだよ。毎回泣けるんだよな。どう考えてもあれ、キッズ向けじゃねえんだよ、あれ。
確かにクレヨンしんちゃんっていうキャラ自体はキッズなんだけど、全然大人が見ても泣ける。てかむしろあのガキだと泣けないっていうパティーンね。あの大人になってから泣けるって。ガキの頃そんな泣けなかったっす。ガキの頃あの苦しみの映画見て泣けなかったもんね。まあドラえもんは泣けないか。ドラえもんは全然泣けないですね。あの、ああ、面白かったっていう感じ。まあ、泣けるものもあるんだけどさ。でも、クレヨンしんちゃんは基本的に泣けるんだよな。俺が見たので言うと、やっぱ、大人帝国が最も泣けるかな。で、何やったっけな。戦国時代のなんか、戦国時代に行って、なんちゃらかんちゃらみたいなやつが泣ける。あれも泣ける。クレヨンしんちゃん泣けるの多いんだよ。泣けるの多いんだよな、ほんとに。基本的にあの映画のやつは全部泣けるみたいな感じがありますね。クレヨンしんちゃんね。あ、ヘンダーランドとかね。ヘンダーランド。データこれこれ、あっぱれ戦国大合戦ってやつ。これも泣ける。基本的に大体泣けるんだよな。なんだっけ、あの、雲国際の野望とかも泣けるよね。俺腐るほど見たのが雲国際の野望。むちゃくちゃ100回ぐらい見たね。あれはあの当時あの VHS のあのビデオで録画して、であのもう擦り切れるまで見たぐらいのレベル。うん、もうなんかあれ劣化するじゃないですか VHS って。だからもう劣化しまくって、もうほとんどババ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 みたいな、なんか映像が乱れるまで見まくった。あと、あの、ドラえもんの海底祈願場。あれも100回ぐらい見たね。懐かしい。海底祈願場も見まくった。そう、最近見たのでね、すっげえね、クソだなと思ったのは、あの、最近、あの、アニメじゃねえ、あの、映画で、あの、名探偵コナンの、あの、なんだっけ、豪華のひまわりだっけ、
あれ、見たんだけど、あれは全然面白くなかったね。あ、はっきり言って。一番ひどかったのがね、あの、声優だね。あれ、犯人のね、声優がね、いるんだけど、むちゃくちゃ下手なんですよ。最終的に犯人、こいつだ、みたいな、出るんですけど。もうその前々からなんか、やけに一人だけすっげえ下手くそな声優がいるんですよ。で、実際それ声優じゃなくて、ただのなんかあの、いわゆる声優じゃないのだけど、なんか、こう、出演しましたみたいな。いわゆる素人のやつが。確か女優だったっけ？女優なんだけど。そいつがむちゃくちゃ下手なの。うん。ありえんぐらいなんか浮いてるんだよ。だからずっとおかしいな、こいつ。こいつだけなんかやけになんか声変だなと思ってたんですよ。声変だなっていうか、へったくそやなと思ってたんですけど、そしたら案の定そいつが犯人だったっていうパターン。パティーンね。なんだよって。ふざけんなよ。なんか怪しいなぁと思ってた。本当にあれだと思う。本当に犯人だったもん。あれはひどかった。しかもなんかすっきりしねえんだよな。なんかな。あ、あと関係ないけど、わりかし最近だけど見た。アニメの映画で行くと、あれっす。るろうに剣心。確か前テレビでやってた。どうやったっけ？どうだった？るろうに剣心の、違う、ニコニコでやってたんだ。ニコ生でやってたんです。るろうに剣心の確か、なんか、なんとか編？つくよみ編だっけ？なんだっけ？なんちゃら編とかいうのがあって、あれがすごい泣けるって、まあ有名なんですけど、あれの、なんか、それの最後のなんか、あの、なんとか編ってやつ。あの、剣心が結局死ぬやつ。なんか病気で。病気で死ぬやつがあるんですけど、あれがね、ひで、あれも見たんですけど、あーって。なんか泣けるっていうよりなんか、これ、ない方が良かったんじゃないかって。多分、無理やり多分作らされたんじゃないかなと思うんですよね。あの、漫画のね、あの人、その原作者の人、多分、無理やり多分アニメのやつで、その売れるからって言って多分作らされたんじゃないかと思うんだけど、あれはなくてよかったと思う。だから普通に原作だけでも終わってればよかったと思います。その映画だけ多分いらなかった。あれは全くもって、いらない。あの映画はもうなくてよかったと思う。そのさ、前の、あの、剣心の昔のその女、昔その、の女、あいつの話はいいんですけど、あっていいと思う。過去編、過去の話。あれの映画は全然あっていいと思うんだけど、
まああれは原作にもあったからね。まああと、るろうに剣心でいくと、これ、るろうに剣心大好きで、全巻持ってるんですけど、コミックスは。ただね、実写版はクソだと思う。実写版はクソ。完全に。実写映画あったでしょ。あれはクソすぎて見るのやめましたけど。あれはダメです。見る価値はない。まあ、るろうに剣心の、あれ、全巻買ったしな。文庫本。文庫版の、コミックス。全巻、俺、買ったんですよ。普通のるろうに剣心の、コミックスを持ってたんですけど、全巻持ってたんだけど、やっぱりちっちゃい方がいいじゃんって。だって、文庫本のやつ、文庫版のやつ、全巻買って、で、今までも持ってた、コミックスは全部売って、みたいな感じやったんです。それほど好きなんですけど、るろうに剣心。もうガキの頃ね、あれと同じく、傘を持ってね、天かける竜のひらめきをやってたぐらいです。まあ、あれに加えて、アバンスソラッシュとか、クズ流星とか、アバンストラッシュとかね、やってたぐらい好きなんですけど。だからアバンストラッシュもあれだから、大の大冒険も大好きなんですけどね。ということで。これ苦いな。めっちゃくちゃ苦いな、これ。超苦い。これは苦いで。これはちょっと苦すぎるんで。二つ押しでいい。3142です。ご視聴ありがとうございました。